今回金銭トレードという形で、埼玉セントルライオンズの一員となりました吉川理想です。監督とジェムからのコメントがあったように、すごく期待されているので、その期待に応えれるように頑張りたいなと思ってます。また新たな気持ちでこの一からまた野球をやれるなっていう気持ちになりました。すごく打つチームもそうですし、二遊間がしっかり守れるっていうチームでもあると思っているので、すごくいいチームだなと思います。そうです、たくさん援護してもらえると思うので、その中でしっかり、バッターと勝負していけるんじゃないかなと思います。いやもうそこは西武の一員なので、その西武ライオンズが勝てるように少しでもいい試合一勝できるようにやりたいなとは思います。まだ、どこで投げるとか言われてないので、そのチームを求められるところでしっかり結果を残せたらなと思います。そうです、先輩ということですごく心強い先輩なので、連絡もしていただきましたし、また新たに一緒にやれるっていうのはすごく嬉しいです。いやまた同じチームでやらせてもらうことになりましたって言ったら、およろしくって言って、また頑張ろうなって言ってもらえたので、その通り頑張れるようにしたいなと思います。去年まで2連覇してるチームですし、そのソフトバンクに唯一立ち向かっていけるチームじゃないかなと思っているので、その一員としてしっかり頑張りたいなと思います。はい、お願いします。